キンプリ平野紫耀、仕様、おネエバーでの女遊びに心配の声、未熟な22歳の夜遊びにファンが懸念。ジャニーズ、キングピンスの平野紫耀仕様が8月29日に放送された桜井有吉座夜会にゲスト出演し、おネエバーでの一幕が話題となりました。平野の未熟な女遊びに対する心配の声がファンから相次ぎ、その懸念について考察してみましょう。 おネイバーでの一幕。平野仕様は、おネイバーでのロケに臨み、人生相談したい、と言いながら、おネイバーの来店を希望しました。同グループの神宮寺ゆうたと、死ゆうたが見守る中、平野は初めは緊張していたものの、キャストとの交流に徐々に乗り、ついにはキャストに、何でもいいから囁いて、と促され、今日、ここから連れ出していい と耳打ちするなど積極的な姿勢を見せました。平野は肩に手を回したり、歯ぐけ入れたりするなど、初めてのオネエバーで抵抗がない様子で大はしゃぎしました。これに対して視聴者は平野の発した甘い言葉を絶賛する一方で、異性との接し方が非常にこなれていると指摘しました。特に、こっから連れ出していい という表現に対して上級者なかなか素人は出てこない、言葉を失まれてるなといったコメントが寄せられました。一方で、平野が所属するジャニーズ事務所と夜遊びに関するトラブルが過去に多く発生していることから、平野に対しては慎重な声も多く聞かれました。ファンの懸念とは、平野がオネエバーでの態度に対して、ファンからは様々な懸念の声が上がりました。 その中で最も顕著なのは女遊びがこなれすぎているのではないかという点です。ファンは平野の未熟な22歳の若さから夜遊びやスキャンダルに巻き込まれることを心配しています。ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちは夜遊びの末にトラブルに巻き込まれた先輩タレントも多くおり、その反省からくる懸念の声が今回の平野にも向けられています。 視聴者からのコメントには、キャバクラ業っちゃダメな系の人だ、酔っ払っちゃった時に変な女に引っかからないか心配、一般人と相席してたり、オーネーとはいえ女の人に触られて胸当てられてにやけてる仕く君見たら、ちょっと辛い、弱すぎるから、こういう遊び教えないで、危ない、などが挙げられています。これらのコメントからは、 平野がまだ若く未熟であるため、夜遊びに関して十分な慎重さが必要であるとの意見が浮かび上がります。ジャニーズ事務所の歴史から学ぶ。ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちが夜遊びに巻き込まれ、トラブルになるケースは過去にも多く見受けられました。 これは芸能界全体に言えることかもしれませんが、ジャニーズ事務所のアイドルたちは特に厳しいマネージメントの下で活動しており、その一環として夜遊びに対する制約も多いです。例えば、夜遊びによってトラブルが発生すると、それが芸能活動に悪影響を与え、ファン離れにつながる可能性があります。過去の先輩たちの事例を挙げると、 ファンからの信頼を失い、一時的または長期的に芸能活動がストップすることもありました。ファンはアイドルたちに対して様々な期待や信頼を寄せており、その信頼を損なうことはアイドルにとって致命的なこととなりかねません。平野紫耀の未来への期待。 平野紫耀がまだ22歳と若いことを考えると、今回のオネーバーでの一幕が未熟な行動とみなされることもあるでしょう。しかし、一方で彼はジャニーズ事務所が誇る若手アイドルグループ、キングピンスの一員として、将来を嘱望される存在でもあります。 ファンからの心配の声も、彼の今後の行動や芸能活動に対する態度によって和らぐこともあります。平野がこれを機に、自身の行動に十分な注意を払い、ファンとの信頼関係を構築していく姿勢を見せることが期待されます。平野仕用のおネーバーでの女遊びに対する心配の声がファンから相次ぎました。 ジャニーズ事務所に所属するアイドルたちが夜遊びに巻き込まれることは過去にも多くあり、その反省から来るファンの懸念は理解できるものです。平野はまだ22歳と若く、未熟な一面も見受けられるが、今後の行動や態度によってはファンの信頼を取り戻すことができるでしょう。彼の将来に期待し、ファンとの信頼関係を築いていくことが重要であると言えるでしょう。 ことが。